待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね。金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？二人見つけた。石川先生と足立雅子殿だ。苦労したろう。後で鷹も手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさないよ。どこだね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。だけどモンゴル県タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。ええ。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。
タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。どう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだ。謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。Let's go bear hunting. ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。そうだな。いました。よるな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うとは。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。おー、静かにだよ。うわ、敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。
ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。He's done.そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが、フォークが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。アザモビー。そういえば、鍛冶屋の男を見た。若くて、ヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう、教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。
手向かわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のじゃれ事は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。陣。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは賢治、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山師、タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせ。でもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたな。あ、本当にやるつもり。タカのためだから。Alright, jom. Kita sambung mana kita berhenti. Azamura wa dono yona arisama da. Hamukatta yatsu wa korosare, iki nokotta yatsu wa horyo ni sareru ka, genin ni sareru ka. Taka wo mite nai nda ne. Aa. Demo kajima de hataraite iru yatsu ga iru tte kiita. Kitto Taka da. Futari wa shiriatte nagai no ka. Aho na kodomo no koro kara sa. Sake wo tsukuri hajimeta bakka na toki ni, koitsu ga hatsu no okyaku.飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。構えて。身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなのに。おい、止まれ。ナースだ。ナース、ほれ酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。知りません。そろそろです。静かに。
落ち去るち。まさかうまくいくなんて。ああひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんでさ。村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運も。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら俺は死ぬんだろう。分かってる。この上見て、門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。やすんべ。火を注意します。きっと鷹は無事だ。肝が小さいから。行くぞ。Tu siap kau hendak orang itu ke depan aku. Siap aku tunggu. Kau tunggu pembebasan nanti. Kau tunggu dia. はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。チンハルボ、え？チンハルボ、
헨 내게 못 있어 제요 학사 내기 좀 할 수 있다 逃げられやしないこの人は社会人守ってくれるよタカ信用してくれ力を借りたい励んでみますケンジが辻で待っておるはずだあのケンジが村から出られていたらねバイポピューですポピュー大ファッシュオーファ加減はせんぞあーマリスリンスニーディ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 ーまだこっちに来ますよ草むらに入り身を隠せケンジだよタカやったなつけられた いえでももううちには戻れませんねあちこち猛虎だらけですさあ行くよアザモ裏から少しでも離れようお前はいい子だなふぅ夜明けから猛虎を見てない撒いたみたいだ行き先を決めねばなこの先で伊豆原を見渡せますよ疲れたか酒が飲みたいあと眠りたい酒ならいくらでもあるぞ
タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように？命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。小松火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか？飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだな。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。バイラーラフフ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 フ。Mantap lah macam ni. Okay, kena unlock. Tuan pula lah. Impressive. Yes, sticky bomb.